さて現在はこのような形になっています。芝居で始めて今北の方ある程度制圧していますが、他の部隊も大きく動き出しています。で、炎将軍が虫の息というところですので、早速残りの部分も攻めていきたいと思います。今ちょうど曹操と炎将軍戦ってますが、曹操が負けそうですので、曹操負けたらこちらも攻めたいと思います。曹操に取られるかと思いましたが、思いのほか炎将軍強いですね。さてどうなるか、曹操が勝ってしまうなんてことは、なんとか曹操が負けてくれそうです。進め。さてちゃっかりと官僚を奪って、ありえぬ、炎将はもう処断してしまいましょう。天家に栄光あれ。さていろいろと恨まれてますが、まあ良いでしょうと。でこのバージョン 1.0 から追加された移動元選択で移動をさせていきたいと思います。武将数に限りがあるので、なかなかどうしたらいいか迷いますが、そしてここで足を止めることなく平原の方も目指しましょう。平原と南畝を取れば炎将軍は滅亡となります。今曹操軍も平原の方向かってますね。これはこちらで奪いたいところ。平原はもう兵糧がないので出てこないですね。あとは間に合うかどうか。今敵の部隊が来る前になんとかこちらの攻撃が間に合いましたね。で敵部隊が来たので防衛戦を行います。でちゃっかり巨長が入ってきましたね。こちらの方に曹操軍の部隊が戦争に巻き込まれる形になりました。それが芝中達の道と知れ。バージョン変わってから敵のこの戦いでの動きも大きく変わっているので、なかなかやりがいがあります。受け切れまい。で、巨長が戦っている間にこちらは将兵の回復、傷ついた兵士の回復をやっています。我が力今こそ示す時。いや強いですね。貴様らには受け切れまい。こちらの兵を失うことなく曹操軍の部隊を使って防衛ができましたと。最後の部分をもしかしたら聴覚に取られる恐れがある。ただここは取られたくないですよね。なのでこちらからも出せる部隊を出しましょう。聴覚に最後を取られるわけにはいかないが、これは聴覚と戦いにはならないんですね。で、なぜかちゃっかり芝居の方が南畝を取ったと。どんな展開なんだって感じですが。で、ここで聴覚と戦闘。これは防城戦ですね。守る方の戦になってますので。いやこんなこともあるんですね。戦うからには勝つ。それが芝中達の道と知れ。ある意味芝居らしいちゃっかりした展開。おお、ここで呂布が滅亡。どこが取ったのかは、曹操が取りましたね今。ここが正念場だ。なので呂布の部隊を取ったので、またかなり強くなる恐れがあると。行け。
さて引き続き行け。聴覚の方を攻めていきたいと思います。でその前に捕虜ですね、炎将軍の捕虜はしっかりと処断したいと思います。今現在いる捕虜をすべて、はい、切りました。乗れ乗れ。他にも武将たくさんいるのになんで今みたいな名も知れぬような武将の最後を見なきゃいけないのかよくわかりませんが、さて巨鹿は外から囲って終わらせましょう。これで聴覚も倒し終えました。ではこの後引き続き北の方も攻めて終わらせちゃいましょう。で忘れずに初段をします。はい、初段。さあ人思いにやっちまいな。いや普通に聴覚が出てきてくれればいいんですけどね。で太平洋術の書を手に入れたと。行けよ。これは捕虜の変換ですかね。ということはこちらに捕虜がいるということなので、捕虜を処断しましょう。あ、4人もいましたね。では、はい、処断。こんなところで。これは向こう兵糧がないので出てこれないと。なのであっさりと落とすことができそうです。こちらももう米がないですね。なのであっさりと制圧できそうです。これで高尊さんも攻め滅ぼし、北の方は一服といったところ。では忘れずに初段だけでもやっておきましょう。はい、この辺りの武将を処断していきます。はい、処断。早く切れ。現在の同盟関係を確認します。まず曹操があと16ヶ月、まあ、これまでに行けるところまで行きたいと。で今同盟結んでないのは馬頭か劉表ですので、手近な劉表から攻めていきたいと思います。いやー、やっぱり同盟結んでるといろいろと楽ですね。敵が連合組まないというのも楽な要素かと思います。では出陣していきたいと思います。戦うからには勝つ、それが芝中達の道と知れ。ではまずは手近なところから。お任せください。ここはいつも思うんですが、直線的にこの橋を渡ってくれればいいんですが、なぜかルートが遠回りになるんですよね。お任せください。お任せを。まあ、でしたら一部隊だけ、馬の部隊だけで落としましょう。お任せを。お聞きください。
食じゃ。はい、これで劉表を倒しました。目先の勝利に酔う者はいらん。これは敵は兵糧がないので出てこないですね。先ほどから兵糧がないので敵が出てこないということがかなり多く報告します。これはしかも玉璽を手に入れたこのタイミングで。バカな。落葉を押さえていると玉璽が手に入るということでしょうか。手参りまする。でここで劉表を捕らえたので処断しておきましょう。やはり起きたか。いやー、こちらの方は曹操と孫権が戦い始めましたね。この辺りどうなるのか。そして同盟切れるまではあと11ヶ月。戦っている最中に切れてくれれば玉の利を狙いそうな、そのような状況です。そんなことが。で今度は劉宗を捕らえたのでこちらも処断します。いやー、よく捕まる一族ですね。貴様にしてはいい判断だ。で劉貴が後を継ぐと。よかったよかった。史実では劉貴は長男なのに後を継ぎませんでしたので。ああ、今道館が董卓倒されたことで誰も今取ってない状況ですね。この砦を簡単に奪えるのはありがたい。さて最後の効果の場所も兵糧がないので出てこないと。これで劉表軍はすべて倒し終えました。さて残すところ曹操とは同盟8ヶ月なので、この後はもう戦闘をせずに曹操との同盟切れを待ちたいと思います。そしてちょうど孫権と曹操が戦っているところを奪っていく。今いい感じに劉備と孫権が勢力伸ばしてますので、これで芝居が曹操を倒すと秦、呉、蜀の三国時代が到来するということになるかと思います。少しだけ武将を見ていきましょうか。あまり強い武将を仲間にしていないので、初期の時と同じ武将の顔ぶれになっています。これでオールスターの曹操軍、劉備軍、孫権軍を倒していけるのかどうか、この辺りもご覧いただけたらと思います。で忘れずに初段を行い、こんなところでなんでこんなところで劉将が出てくるのかよく分かりませんけど、はい、初段をし終えて、それではここから先はまた次回ご覧いただけたらと思います。